キュロゴロゴーアーハは、ノルウェー出身のスリーピースシンセポップバンド。1982年結成。テイクオンミーの世界的なヒットや、映画、007リビングデイライズの主題歌、リビングデイライズ。1994年に開催された、リレハンメルパラリンピックのテーマ曲、シェイプスザット・ゴートゲザー。2009年に開催されたウェルリン世界、陸上テーマ曲。 フット・オブ・ザ・マウンテンを歌ったグループとして知られる。モートン・ハルケット、ポール・ワークター・サボイ、マグネ・フル・ホルメンの3人で1982年に結成。1983年にイギリスへ渡る。同年、当時 EMI でマネージメントビジネスを手掛けていたテリー・スレーターと出会い、テリーとジョン・ラト・クリフによって設立された。 tj マネージメントの第一号アーティストとして契約を結ぶとともに、ワーナーブラザーズと契約を結ぶ。1984年に、テイクオンミーでデビュー。トニーマンスフィールドのプロデュースによる、この、ファーストバージョンは、母国ノルウェーで3位を記録するヒットにはなったものの、国際的なマーケットでは注目されなかった。翌1985年。 アラン・ターニーによってアレンジし直され再びリリースされた Take On Me は全米1位、全英2位の大ヒットを記録する。ビルボード誌では1985年10月19日に週間ランキング第1位を獲得。1985年ビルボード誌年間ランキングでは第17位。イントロのフレーズとモートンのファルセットが印象的なこの曲は ロトスコープによるスケッチ風アニメと実写等を巧みに合成した当時としては斬新なミュージックビデオの効果も手伝って全世界的なヒットとなった。その後アメリカやアジアではこれといったヒットが続かなかったがイギリスではセカンドシングルザ・サン・オール・ウェイズ・シャインズ・オン・ TV が1位となったのをはじめ1990年までにベスト10ヒット8曲を記録。 1987年には映画007リビングデイライツの主題歌となったザ・リビングデイライツをペットショップボーイズに代わり担当するなど1980年代後期を代表する人気バンドとなったヨーロッパ各国や南米などでの人気も高く1991年にブラジルのリオデジャネイロで開催されたロックインリオにではジョージ・マイケルや ガンズローゼズといった英米のアーティストをはるかに、しのぐ19万5千人の観客を動員。この記録は、ザ・ラージスト・ペイング・オーディエンスとして、一時、ギネスブックにも掲載された。1994年には、リレハンメル・パラリンピックのテーマ曲を提供するが、ワールドツアー後、3人はそれぞれソロ活動に専念する。ポールは、ツマ・ローレン・サボイやフロード・アン・ランドと組んだサボイとして、 モートンはソロシンガーとして活動、それぞれノルウェーでナンバー1ヒットを記録している。マグネはチェーティル・ブワークストランドとティンバーサウンドというユニットを組み、ノルウェー映画や TV ドラマのサウンドトラック制作を手掛ける一方、画家、彫刻家としての地位を築いている。1998年にノーベル平和賞記念コンサートを機にバンドとしての活動を再開。 2000年に発売されたアルバムマイナーアースメジャースカイはドイツを中心とするヨーロッパ各国でプラチナアルバムを獲得する大ヒットとなった。2006年1月にはシングルアナログが18年ぶりに全英チャートにトップ10入りしている。2006年11月にイギリスの音楽雑誌 Q マガジンの主催する Q アワーズで Q インスピレーションアワードを受賞している。 2009年6月に発売された通算9枚目のアルバムフットオブザ・マウンテンでバンドのルーツである80年代シンセサウンドを復活させている。先行発売されたドイツではアルバムチャート1位、母国ノルウェーでは2位を記録。7月末に発売されたイギリスでは8月2日発表の同月8日付前衛アルバムチャートで初登場5位を記録。 1988年に2位を記録したアルバム Stay On d ゼローズ以来21年ぶり4枚目の全英トップ10ヒットとなった。アルバムタイトルでもあるシングル曲 Foot of the Mountain は2009年8月にベルリンで開催される世界陸上競技選手権大会の公式テーマ曲に選出された。2009年10月2010年のツアーを最後に 解散することを発表した。2010年8月7日8日にはサマーソニックに出演した。そして12月4日に行われたノルウェーオスロスペクトラムでのライブを最後にバンド活動に終止符を打った。2012年11月6日、ノルウェー王国聖王ラブ勲章第一級騎士を授与された2015年9月30周年を記念して、 ロックインリオロックで再結成パフォーマンスを行うと発表した。同年9月4日、6年ぶり10枚目のニューアルバム、キャストインスチールをリリース。2009年に発売された9枚目のアルバム、フットオブザマウンテン以来6年ぶり5枚目の全英アルバムチャートトップ10ヒットとなった。2016年にイギリス、ドイツタでツアーを予定している。2017年9月8日、 MTV アンプラグドインギスクで新曲2曲を披露した。ゲストにアリソン・モイエ、イアン・マッカロク、エコーザ・バニーメン、リシー、イングリッド・ヘレーネ・ハビッチが参加。DVD、ブルーレイ化されている。9月17日2018年春夏ロンドンコレクションでエンポリオ・アルマーニの正午に行われたアフターパーティでライブが行われた。2018年夏。 前座に、オムド、トムベイリーをゲストに迎え、エレクトリックツアーを行うと、SNS 上で発表した。ありがとうございます。